どうも。どうも。ありがとうございます。センターどうも。はい、どうも。2月3日4日の2日間、在日アルメニア特命全権大使グラント・ポゴシャン閣下が南会津町を視察に訪れました。南会津町は2020年東京オリンピックでアルメニアのホストタウン候補として手を挙げました。今年1月11日、南会津町の大谷町長はアルメニア大使館を訪問しています。あの山のずっと向こうの方も、峠の向こうも南会津町になって、アルメニア共和国はレスリングが盛んで、リオオリンピックでもメダルを獲得しています。南会津町は福島県レスリングの発祥地であり、オリンピックの事前練習の候補地として考えてもらうため名乗りを上げました。3日、大使はお昼過ぎ特急リバティ会津で訪れました。駅ホームでは多くの町民やレスリング関係者が出迎えました。駅待合室や通りでは、ようこそ南会津町へのアルメニア国旗が出迎えました。日本文化を意識し、着物の女性もお出迎えです。物産協会の方もお出迎え、はい、よろしくお願いします。今日はどんなふうなおもてなしを。レスリングの現状を知ってもらうのと、あと地元の方々と交流もしていただければと思います。タブツーボー渡りまして4番線からとなります。何でも我々が説明するより もうみんなご存知みたいな、4番線をお参りください。どうも。どうも。ありがとうございます。センターどうも。はい、どうも。まあ立派ですね。立派というか、こんなに素晴らしいですね。ありがとうございます。あ、ようこそ。もうお出迎えしました。はい、お出迎えしましたね。かなり有名な街ですね。はい、大使らはレスリング関係者からレスリングの歴史や現在の取り組みなどの説明を聞きました。で、以前、何年か前なんですが、キリギスタン、それから、パリ、あのフランスですか、関西クラスで、アジアチャンピオンになっている子もいるんですが、他の外国の選手が来てもおどおどしない、多分受け入れは大丈夫だと思います。説明の後、ちびっこレスリングの練習やスポーツ施設を見学しました。小さくしてやってます、子供だからゾーンまで使わないでっていうことで、この小さい中のサークルマイナスやすいかに、ファイト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 。田島ちびっこレスリングは平成4年に発足しました。平成7年の福島国体では多くの入賞者も出しました。25年以上続いているスポーツクラブです。ポゴシャン閣下は10年以上日本に住んでいます。日本語が堪能で、多くの質問をしながら情報を得ていました。いろんな活動に役に立ちました、私も若い頃はスポーツやってるだけ。今もやってます。先輩である五十嵐さん、コーチとして指導しています。僕もやってます。今本当に権力もつくし、こうバック転したり、いろんな、あ、そうですね、はい、全て、はい、でこうやって練習するんですね。そうですね、あらゆる要素が培
培われる競技だと思いますよ、はい、筋力であったり瞬発力、バランス能力も必要だし、または頭脳も必要ですね。戦術的なところとか、教える側は一番嬉しいのはやっぱりこうレスリング強くなることだけじゃなくて、普段の生活が良くなるっていうのが僕らの一つの目標なので、例えば家の手伝いやるようになったとか、身支度がしっかりできるようになったとか。監督の渡辺さん、練習をしていただくには問題ないと自信を持っていました。レスリングができた歴史は平成4年ですか。平成4年嬉しいよね、絶対来てもらわない場所とか練習場はもう問題ないってことですよね、うん、場所は問題ないでしょ。うちの高校生ですね、高校もあるし、あとはこのマット持ってってこれから見に行くとこ、体育館もあるし、施設結構揃って。皆さんご苦労様でした。今日はね、大使にご挨拶いただきましたけど、アルメニアって、ね、レスリング強い、うん、ぜひ皆さん頑張って世界に出て、世界舞台に出て、いろんなメダルを取ってきてください。じゃあどうもありがとうございました。レスリングのほか、歌舞伎の鑑賞など文化面の関係者とも交流しました。田島祇園祭屋台歌舞伎保存会の歌舞伎を鑑賞しました。何事にても思い残す恩ことあらば。日本文化を親しんでいる大使は歴史にも詳しく熱心に鑑賞していました。将来戦誤りともだ、力は打つか。大使は文化やスポーツを通し交流ができればいい、交流が大切だと話し、東京オリンピックの事前合宿地として推薦したいという意思を示してくれました。お疲れ様でした。昨日私たち泊まったのはやはりスキー場の隣のアストリアですかね、まあ、ちゃんとした施設でございますので、まあ、他にもあると聞いておりますので、まあ、選手団だったらまた必ずしもホテルじゃなくて、なんかのね、こういうホームステイも含めた面白いところがいいかなと思ってます。思ったよりは、まあ、いろいろ、いい場所だなと。ちょっと離れてるのはね、それが昨日は東武鉄道さんにも言ったけど、もうちょっと早くしてくだされば3時間半よりは、まあ、2時間半ぐらいで来てくだされば。でも選手に対してはね、もしトレーニングキャンプするんであれば行ったり来たりする必要はないので、ここでちゃんと集中してトレーニングに集中して、食事さえとか設備さえとかマットだけがあればそれでいいなので、あんまりその意味ではそんなに大きな問題ではございません。レスリングに対しては、はい、その受け入れ側の人とかそちらの方ではどうでしたか。それは非常にいいです。なぜかというと、かなりレスリングに関してミナーズはね、歴史もあるし、その興味深いし、いろんな人が今日は僕らに行ったんだけども、それのお父さんもレスリング関係の人なんですね。こんな、そうですね、酒蔵の男山、そうそう、男山酒造の壁にもレスリングなどが出てるので、そういうふうにレスリングに関係する方々、歴史などもあるし、ちゃんと教育 にも力を入れてるということは、まあ、非常にいいと思います。はい、そうですね、交流ができれば一番いいですね。そうなんです、そうなんです、ね、まあ、小さい町で都心から少し離れてるのは、実はそんなにね、簡単に今誘えるのはできないかもしれませんけど、まあ、私たちは強くお勧めしますが、ことは私の訪問の結果としてもいいぐらいですね。だいぶ南会津のスポーツだけじゃなくて、文化もいろいろ知っていただけたなということで、良かったと思ってます。
ポーツでは交流するんだって、はい、あの閣下が言ってて、はい、まあ、私たちがあんまりどうですかどうですかって聞くとなんかこう焦りすぎなのかななんて思ってましたけどもそうですね、あのスポーツする部分にはなんか申し分ないようなこともおっしゃってましたし、はい、まあ、今回あのスポーツだけじゃなくて文化面でいろいろまたつながりも今回持ってたのかなと思ってます。進めたいですね、お互いのいいところをと見出しながら、はい、その部分が PR できればいいかなと。これからなんか具体的にこれをしようなんてのありますか？あの夏の祇園祭にまたあの本場の子ども歌舞伎とかですね、あの違う自然のいいところありますので見ていただければなと思ってまた冬と違ったいいところを見ていただければと思ってます、はい、私たちは練習地としての期待をするだけでなく、まずはスポーツや文化を通し交流を進めることが大切です。